さん、こんにちこんにちは。は。ホおリいエスでのホリです。す。はい、先生、このいつも何か言ってるこの 4DS っていうのって。4DS ね。4っていうのは、まあ4ね。DS っていうのは、D っていうのはディメンション。ディメ4ン次ション。元。ああ、はあ、はあ。4次元の、ストラクチャーって言って構造。構造。4次元の構造とか、4次元のシステムっていう意味なんですね。ほうほうほう。こう、3次元で立体じゃないですか。それに動きをつける。それに動きがつくイコール時間がかかる。それが、4DS。4次元の、動き、4次元の構造ということで、今までなかった生体とかの回路とかの動きになかったのが、こう横に平行移動、トランズという動きなんです。こう横に。まあ、前後は、前後ろに平行移動ね。で、今までは顎を引きなさいって言われたら、こう、けど、こうしたらしわできますよね。嫌だ。じゃなくて、まあ、こう、スマホネックという顔が前に出てる人は、顎を引いても、顎を引い、そ、こういう人にも顎を引いてくださいって言われたんです。そしたら、ただ単にしわができて、まあ、姿勢直さら悪くなる。実を言うと、トランズレーション、平身といって、平行にこう後ろに首を持って、これが正しい姿勢の方向。なるほどね。だから、悪いまま直しても悪くなるみたいな感じ？だから、この姿勢の人で元に戻そうとしたら、言葉で言うと、顎を上げなさいか、こう引きなさい。これ、回旋の動き、回旋。じゃなくて、こう、軸に対して後ろにぐーっと引く動きが今まで生体の世界になかった。で、カイロの、まあ、すごい偉いドクターの先生も、この姿勢を説明できなかったんです。この姿勢は、顎を上げてるようにも見えて、顎を引いてるように見えるじゃないですか。これは、軸があるんですけど、縦が数学覚えてない Y 軸、横が X 軸、奥行きが Z 軸の上で、まあ、これ回線ね。で、これ。これは Y 軸に対する回線、これは X 軸に対する回線、これは Z 軸にする回線、これしかなかったけど、これプラス平行移動が各体の歪みにあるという、最初からなんか専門的ですいませんね。だから、これを顔が前に出てる状態という表現から、これは Z 軸に対して前方にトランズして、ちょっと首を傾けると、Z 軸に対して回旋して、で、これで回、これすると、ここの状態にすると Y 軸に対する回旋とか、そういうふうに全部、XYZ の、軸で説明、姿勢が説明できるようになったという、それが4次元の構造。なるほどね。見えるかっていうか、理解できるようにちゃんと理論的になってるだから、昔の回路とか、背骨の一つがどういうふうに PRS か ASRP とか、そういうふうに表現したけど、それはもう2次元の世界だったけど、僕が学んだ、生体物理学の回路は全部4次元化で、科学者に XYZ 軸で言ってもそれが再現できる。アニメーションを作る人たちも、僕の会話、その XYZ 軸の前方トランズで回線とか、そういうのも分かる。なんか最初からこんな退屈な世界になってる、こんな誰も聞きたくないわみたいな、なんか眠そうだもん。で、難そう、しい。最初から。まあでも、4DS ってなんか、よく自分の軸を整えましょうとかっていう言うじゃないですか。ね、軸ってこう横と縦とこの奥行き、このフレーミングの左手って習ったじゃないですか。これが整ったら整うって感じ。それに、今まではこう回線だけだったけど、こういう歪んでる人は横にちょっとスライドさせるとか、だからめっちゃ複雑になった。なんか歪んでるっていうのがそもそも自分では分からないから、なんかいつも整体来て、歪んでますね、ねじれてますね、ちょっと動いてませんねって言われて、ああみたいな感じ。自分でなんかこう知る方法ってあるんですか、そういうの。自分で知なんるこか、と。なんかこう、なんか動いてないとか、歪んでいるとか、ねじれているとか、こう、なんか、
あ、自分ではねやっぱ指摘されないと分かりづらいですね。今日のテーマ何でしたっけ、ところで最初から脱線してしまいましたね。あ、それで、うん、これね先週1回やって2回目でなんか MC めちゃくちゃ好評でした、ね、本当に全然なんか聞いてるだけ。いや僕も見ても僕はなんか酔っ払ってるなポーンとしてたけど笑顔がすごい良かった。いや MC 好調でなんか面白かったですよ。そんな面白いこと話しないのに、ね、なんかみんなあの興味があるんですね、 YouTube とか SNS とか発信とか、ね、切り抜きね、なんか僕切り抜きやりたいですみたいなコメント入ったのかな、メッセージできたり。あ、そうなん、面白かった。いや先生の結構面白いから切り抜きいいと思うんですけど、でもまあいろいろ発信も、ね、ご自分のしたらいいですよ ね、 ね、そうですね、ネタ持ってるんで。で何でしたっけ今日は、ね、セルフケア。あ、セルフケア、セルフケアを聞きたかったんだけど、うんうん、ちょっとポーディエス何かなと思って聞いたらちょっと長くなったけど、1時間番組になるかもしれない。いやでもあのそのセルフケアっていうのは、うんうん、なんかこうなやらなきゃいけないっていうのは分かってるんですけど、みんな続かない、はい、なんか歯磨きするよとか洗うよとか ね、うん、でもその なんでセルフケアが必要かっていうのを、うん、なんか堀先生はどういうふうに認識される。あ、認識、うん、どん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 人間の体老化していっていくじゃないですか、うんうん、で人間の老化っていうのはあのどん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 横に広がっていくんです。人間だけじゃない、植物も、うん、宇宙もこう横にどん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 広がっていって、これ膨張していって、うん、最後は死ぬ前にはベチョッと潰れるみたいな。銀河系もどんどんどん今広がっていくじゃないですか、うん、宇宙レベルで、でビッグバーンが起こって、うん、それからブラックホールになって潰れていく、うん、もうそれは宇宙銀河系の死ですよね、うんうん、まあもうちょっと分かりやすく言うと、うん、チューリップとかお花とかこうつぼみから、うん、種からどんどん広がって、うん、広がっていって最終的に枯れて、うん、それから種になる、それも死を迎えるというふうに人間の体もどんどん広がっていくんです、うん、今まだねスリムじゃないですか、うんうんうん、多分あと20年後セルフケアしなかったらこうなってるかもしれない。なんか多少はやっぱりね20代から比べたらちょっとこう広がりがね出てきます。全体的にむくんでみたり、あの、ね、ちょっと傘が増えてみたり、うんうんうん、ここがそれ骨から広がっていってるんです、うんうんうん、でも今の日本の常識ではこう胸を張って背筋を伸ばし空を広げましょうみたいな、うんうんうん、そうしないと内臓の機能が悪くなる。逆に潰してた方が内臓の機能が良くなるんです、うん、へえ、そういうの初めて聞いた。割といい姿勢、多分 こっちの方がまだいいと思われてると思うんですけど、うんうんうん、でここが横隔膜、肋骨、下部肋骨の下、横隔膜があるの知ってます、うん、横隔膜、ね、うん、で息を吸う時に横隔膜は下がるんです、で吐く時に上に上がるんです。へえ、逆と思ってた。息をこう息を吸うときには下がらない、下がって、うん、あの肺胞、肺が陰圧になるか空気が、吐くと上に上がる、うんうんうん、こういう状態で、こう背筋を伸ばしたりここを広げると何が起こるかというと、息するときコンベクションが起こらない、でだらーっとしてるとここが緩んでるんで大きく動く、で内臓を刺激するんです。でも昔の人は、うんうん、あの昔の人って森進三さん律令教育とか明治時代やったんですけど、うんうんうん、ここに内臓管にスペースがないと内臓機能落ちると言われる、逆に横隔膜下がる動きが悪くなるんで、うんうん、内臓の刺激がなくなるんです。逆にダラーとしたものがこれ大きく動くみたいなね。なんか今内臓脂肪めっちゃ溜まる人多いじゃないですか、はいはいはい、あれって何か意味があるんですか、そのやっぱり生活習慣とか、そのあるあるある、うん、で、隠れ肥満とか腸が下がってる人、腸下垂、うん、で、上行結腸、横行結腸、下行結腸、みんな背筋を伸ばしてる人は、うん、横行結腸、横腸ね、うん、大腸のことね、うん、が下がりやすいんです、それだけスペースがあるから。へえ、そういう人たちとかこういう姿勢の人が多い、うん、こんなだらっとしてる人は常に圧迫されてる、うんうんうん、これ以上下がる余地がないじゃないですか。そういうことか、うん、はい、だからこうお腹に表面に脂肪ついてる人も、うん、僕とかも結構ついてるんですけど、うん、柔らかくて、うん、見た目はそんなにお腹出てるように見えない。でもこういう人結構ね、中年で社長さんみたいな感じ、うん、この人たちはもうお腹もパンパン、うね、こうしたら硬いじゃないですか、うんうんうん、でもふにゃっとしたら自分でしょ、ピーンと伸ばして、そしたら硬くなります、ね、カチカチを張るもんね、でふにゃっとしたら
これつきにくくなるんですね。あの表面の脂肪も内臓脂肪も、スペースがなくなるからね。その辺みんな今までの常識間違えてる。うんうん、へえ、はい。じゃあ姿勢悪くせえとかな。いや脱力ね。脱力。だからこれでこうなるんですよ。ちゃんとこの上に今こうなってる。うん、体幹いや。いやここもだらっとして顔はまっすぐまっすぐというか顔は体幹の上こういう感じ、え顔は後ろトランス、あそうそうそう、ここになんかいいのがあります、これ、あそうそうこれね、うん、これセプっていうんですけど、そうこれね、あのやったことあります、意外にねきつかったの、あやったことあります、うん、これ何をしてるかというと、うん、こう反り腰の人とか、うん、こう前に出てる人、うん、で骨盤と胸郭を整える。ああ今お腹痛いな。ここうわ。で、これでスクワットするだけでめちゃくちゃ腹筋にくい。ちょっと今ご飯食べたばかりかきついですけど、結構反り腰とか治りやすいです。これね私苦手なんだけど、私も今のハードル。あもうもうちょっと待てよ。何？まあこれは、まあでも細いから、まあ、これねちょっとね、あのあれで手前に来れば来るほどきついから、ああそうそうそう、ね、ちょっと待って、あの難易度が高い、これだったらそれちょっといける、ね、多分、はい、100キロぐらいでした一番前、あそう、あ、いけるで軽くスクワット、ああそうそう、そんなに顔もする、顔もする、腹筋に来るでしょ割と、腹筋っていうかね、腹筋何時にも来るし、うん、なんかね使ったことない筋肉に来るよ、チコチコツとこう溝打ちにぺったりくっつけないと、あ、ぼぼね、うん、あ、これきついでしょ、きついわ、腹筋に組みやめちゃう、腹筋というか、こ苦しい、顔マッスル、顔マッスル、顔苦しい、これ姿勢整えるやつ、これでもね、うん、あの理想的な姿勢とは全然違う形なんですよ、これがいいんでしょうね、で、一番最悪な姿勢というのが、うん、こういう前傾姿勢なんです、あお尻プリ、プリケツの前傾で、これ延直っていうのはこう上から重りに、うん、あの鉄を垂らしたらこうまっすぐじゃないですか、うん、これが理想で、その時が骨で立ってる状態なんで理想ですけど、うん、これが前に行くとも僕のふくらはぎもパンパン、これバランス取るためにみんな何をするかって、胸を張って洗いお腹を出して下腹部こう出て、まあ、骨盤でもいいですけど、これ例えばハイヒールとか履いてる人もこう前傾なんじゃないか、こうやっていやだから前傾になったらダメ、だからイタリア人とか、うん、まあ、日本人とかなんかハイヒール履いたら膝曲げるってこうやって歩いてる人いないですか、うんうんうん、じゃなくてここでかかとに重心を乗せないといけない、ハイヒール履いてる、あヒールは履いててもいいけど、いいけどかかとにゴンと、そうか、前足重心になると外反母趾とかになるんで、あなるほど、じゃあ別にヒールを履いても、はい、あのその重心をちゃんといいところにあったら、真上に延直っていうんですけど、まあ分かりやすいとこれですね、床面に対して垂直、これ垂直じゃないですか、うんうんうん、これがこうなったら、ああそうね、それ気をつけ、それがちゃんとできたら、あのヒール履いても外反母趾とか、あのここの前の、ね、中足骨っていうんですけど、この辺に、あここに豆ができない、でも意外にこうやって普通に立ってる時もかかとに重心をがかかってないかもしれない、かかってるかも、横向いて、あ向こう向いて横向いてね、タン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 、顔だけね、顔がそうそうそう、この位置、この位置、あ顔の位置直しただけで今かかとに力を入った、あそうそう、こうしたら前に、うん、まあここは先でこうする、ね、これで顔の位置がちょっと、そうそう、腰の位置を直すんじゃなくて顔の位置とか、まあまあ、全部ね、頭だね、人によってはこれこうなってる人だからここの位置、これ結構多いですね、これ、あこれね、あと膝がねこうカシンってこうなってる人、うーん、これも膝を伸ばす、これサルテっていうじゃないですか、でも普段こう曲がってますよね、これが自然で膝も軽く曲がってるのが正常で、あなるほど、ね、これこうなるとこれも前重心を直すためにあのカシンって膝の下に過信点なんですけど、うんうんうん、そしたらでっちりというかから反り腰になるので、なんか姿勢の話になりましたそうそう、はい、まあでも大事だと思う、はいはい、でなんかあの最近あのストレス社会だし、あのもうストレスにまみれてるしメンタルがなんかガチャガチャなってる人多いんですけど、なんか思考を変えようとか考え方変えようとかめちゃめちゃ知ってる人いっぱいいます、うん、自己啓発コーチングとか何とか、なるほどね、
そういうのが多いけど、うん、なんか思うんですけどね、体を整えると、うん、気持ちとか思考も整うっていうのがあると思うんですけど、先生、ね、実際いろんな方治療されてみて、うん、どうですか、そういうのとかって感じることないですか？ ありますね、やっぱりね、うん、思考を変えても体がガチガチで、まあ、こういう人、うん、とか、まあ、結構気象面すぎたり、交感神経優位ね、うん、背筋を伸ばして胸ほど交感神経優位になります、うん、そしたら攻撃的になるしね、緊張これ逃走反応逃げるか逃げるか戦うかの姿勢なんで、根本が間違ってる、うんうんうん、だからこうだらっとすることで、うん、まず自分がリラックスして、うん、あ、だらっとした時の方が内臓機能良くなるじゃないですか、うんうん、内臓機能良くなるんですよ、うんうん、だから副交感神経になるんで、うんうん、で脳への血流もだらっとした時の方がいいんですよ、アインシュタインこういうイメージあります、うん、アインシュタインこういうちょっとふざけた感じで、だらっとした感じですよね、うん、あっちの方が脳血流良くなる、だらっとした方が、これだと筋肉に血流を、送ってしまうからね、戦わないといけないから、戦う時なんかあんま考えないじゃないですか、うんうん、だからこうザラーっとした時の方がの頭も良くなるんですよ。で リラックスっていうのは結局ダラーっとすることってこと？そうそうそう、それとリラックスで藤井聡太、あ、そうだと、あの人、まあまあみんな将棋打つ人とか、うん、こうやって打ちそうな感じじゃないですか、うんうん、でもみんなこうじゃないですか、そうだね、そっちの方が考える力、あ、なるほど、頭が働くんだ。いや、これは筋肉に血流けど、うん、これだと省エネで筋肉に負担をかけずに脳への血流するのは、うん、ね、ダビデ像もこういう考える人、ああ、これダメだって言われるけど考えるときはこれで 何やってるか分かります？なんだろう、これで首の筋肉の負担を減らして、あ、緩んでる、こうだったらきついじゃないですか、うん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 、でよく肩こりの CM にこれが出ますよ、ね、あるあるある、コントロールこれは楽で、悩んでる時とかもなんか考える時、なんか考えたい時、なんか机に向かってこうやるじゃないですか、うんうんうん、これは実を言うと脳への血流を良くしてる、ちゃんと姿勢には理由があるんですけど、はいはい、それはダメだとかね、うんうんうん、最近だったら貧乏ゆすり、昔みっともないからやるな、うんうん、これも全身の血流を良くするというね、テレビでも言うじゃないですか、はい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 、そういうふうに今までの常識風に180コロッコロッとかあるんですよね、うん、なんか悪いと思ってたことが実は良かったりするんですよね、そうそうそう、自然なことが一番いいと思いますね、はい、じゃあまあそのセルフケアも、うん、あのまあ治療院行ったらもちろん良くなるんですけど、はいはいはい、それをこう持続させるっていうことでセルフケアっているんですか？じゃなくて他に何か目的があるんですか？セルフケアをする目的、意味？ああ、セルフケアね、うん、それが治療院とかに行ってセルフケアしますよね、セルフケアというかいろいろ体が変わってもらって、でも先生によって言うことが全く違うんで、僕ら普通の整骨院とか整体行ったら背筋を締めになって顎を引いてって言われるんですけど、僕ら逆を、まあ、最初からそれ言わないですよ、うん、この先生おかしいんじゃない、まあ、慣れてきたらそれ言うんですけど、はい、なんか真逆、そうそう、でも楽ですもんね、楽ですね、楽、まあ、筋肉ほぐしてもらうっていうこともね、うんうんうん、楽なんですけど、でも本当治療に整体とか接骨行ったら本当筋肉ほぐすだけのところが多いんで、うんうんうん、でうちは結構関節の関節、全ての関節を見る、鎖骨とか、うんうん、ね、後頭骨も背骨全体、骨盤ね、で筋肉はゴムと一緒、うん、こう伸ばしたら伸びるし、はい、縮めたら縮む、ふにゃーっとなる、うん、でも関節はゴムとは違うんです、固まってしまったらなかなかもう鉄が錆びるみたいに、こう鉄のね、うん、鉄がこうつながってるのありますよね、ギプスで固めた後にリハビリしたらキンキンに痛いみたいなね、そういうふうに人体は固まっ一遍固まってしまったら自然には戻らないんで、強制というか、まあ、下げてあげたりとかちょっと関節を動かしてあげないと動かないんで、うちは関節に重点を置いて、だからここの筋肉いくらほぐしてたからって関節が固まったらもう動かないですよね、ここがね、だからそういう治療院を増やしていきたい、関節をちゃんと見てくれる、はい、
だから時にはこうピンって引っ張ったりね、こういうセルフケアもどんどん広げていきたいですけどね、これおすすめ、おすすめ、ね、今一番おすすめこれ後ろもこう、そうそうそう、あで今までの、うんうん、体操とかこういう上げる方向ばっかりとかラジオ体操上げる方向ばっかりなんで、うんうん、肩が上がってしまうんですよね、こう、そうするとこう肋骨かかって肋骨も広がってしまうんで、これ、うんうん、下げる方向の運動があんまりないんで、そういう意味か、しないですね、下げる方向の、うん、でこういう肩上下で上がった人とかも首短くなりますよね、うんうん、これもこういう人も上に上げることができない、ここから下げることが誰もできない、これ老化で首が年取ったら短くなってる人がありますよ、ね、それでこうしたらシワもできる、うんうんうん、だからまあ老化セルフケアとしてこれからやるべきのは下げること、うん、下げることで、でも持ってこうペットボトルとか持ってこうやって持ってもいいんですか、こう下げるのって、ああ持ち上げたらこういうふうに、あこうなこういうふうにねじった方がいいんですか、こうじゃなくて、ああね片一方ずつだったら、うん、ここ肋骨締めるこういうふうに、こっちと、まあ、ダンベルでも、ね、なんだったっけ、紐引っ張るやつあるじゃないですか、T なんとかの忘れる、うんうん、これこの運動いいと思う、下げる方向、うん、逆に上げる方向は老化につながるんで僕はあんまりおすすめ、まあ最初で上げる方向でやった後に最後は締めくくりで下げる方向にした方が、うんうんうん、アンティエイジングになる、若返りになる、あ若返り、はい、いや、いいですね、はい、そんな感じですね、はい、でもセルフケアっていろんな方法があると思うんで、うんうん、あとなんかいろいろ教えてほしいなと、そうですね、はい、なんか専門的なことばかりになって、あ本当ね、はい、全然いい、でもちょっと勉強になりました、あよかったです、ありがとうございます、今日から下げる運動頑張ります、はいはいはい、また来週ももしよければよろしくお願いします、こちらこそ、はい、はい、じゃあ今日はありがとうございました、ありがとうございました、失礼します、失礼します、お疲れ様でした、